東海大学マイクロナノ研究開発センターの木村博史です。私たちの研究室では微細加工技術を活用することによって作成することのできるマイクロ流体デバイスというものを医療や創薬、そしてエネルギー環境の分野に応用する研究を進めています。で、例えば薬を作る分野、創薬の分野では、その開発段階で動物実験や人の細胞を使った培養実験が行われていますけれども、それぞれ倫理の問題であったり、細胞の活性の問題があります。私たちの研究室ではマイクロ流体デバイスを細胞培養に応用することによって、そういった倫理の問題であったり活性が低いというような問題を解決して、新しいお薬の開発に貢献しようと研究を進めています。このシステムは人の細胞とマイクロ流体デバイスという人工物を組み合わせることによって、新しいハイブリッドな臓器システムを開発しようとしています。まだまだ原因がわからない疾患が世の中にはたくさんありまして、で、原因がわからないとお薬を作ることができません。我々は、この未知の、疾患、あるいはその発症基準のわからない疾患、病気に対して新しい細胞培養系を確立することによって、その発症メカニズムであったり、治療方法などの開発に携わるようなマイクロ流体システムを開発しています。私たちの研究室のモットーが、世のため人のためで、やっぱりまだまだ世の中には、治す方法のない、お薬がない病気がたくさんあります。で、これを一つでも多くの患者さんが、その苦しみから解放されるように、その治療法であったりお薬の開発に携わっていきたいと考えています。